望を胸に箱舟に乗り込んだ若き魂が己の信じたプロレスの集大成を目指し堂々の入場であります。さあ時は来た、機は熟した、時代を変えるための戦いに出撃であります。青コーナー255ポンド三沢光晴。さあ箱舟ノアの名手ハイパーエルボー三沢光晴。レフリー西永修一。さあ運命の鐘が鳴った。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ロックアップ。逆水平を打っていきます。逆水平、肘を打ち込んでまいります。あっとエルボー、チョップがうなってまいります。あっとエルボー、リング下に降ります。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。組み合います。ここまでの戦い振り返りご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。フライングメイヤーベースロックの体勢です。レフリー、ラッサッポーに転じます。ニードロップ、カバーに入ります。カウント2で返します。僕もそうなんですけど、プロというのは常に恐怖感との戦いですよね。だからいかにして精神面をタフにするかっていうことが大事になってきますよね。なるほど、そうだったんですか。逆に返します。脇固めに持ってまいります。決まり具合どうでしょう。ちょっとずれてますね。入ったか。
引き起こす。パッとかわした。キックを打っていきます。エルボー。リング上は首を投げ固めであります。地味なんですが、こういうレスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻撃だと思いますよ。はい。起こした。ロープに振ってフライングラリアット。切りもみ式であります。カバーに入ります。カウントは2つ。掴みます。レッグロックに持っていった。こういうのは効果的ですよ。技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。掴みます。ロープに振った。ドロップキックを見舞ってまいります。社長兼レスラーとして箱舟の舵を握ってまいります、三沢光晴。航路の先には世界を見据え、ノアの王国を全世界に広めたいと考える船長三沢。さあ、その夢に向け今日も右肘で面かじいっぱいです。いった。やばー、ダイ。一気にスパークしてまいりました。そうですね、気持ちが乗ってますよ。素晴らしい気迫ですね。リング上に戻した。トップロープを奪う。ミサイルキックが発射された。立たせていく。腕をフックした。いった。